俗道メダルの渡辺裕太、東野有紗組が23日、横浜アリーナで行われたジャパンオープン準々決勝で敗れ、綿菓子ペアとしての最終戦を終えた。写真、仲良すぎ W 何食わぬ顔で一つのソファに2人で座る綿菓子ペア。会場で最後の綿菓子ペアの姿を見届けた観客の1人が、パリ五輪バスケットボール女子日本代表の高田真希。 スタンドから撮影した2人の勇姿や、絶叫しながら応援する姿を撮影した動画を添え、綿菓子がめちゃくちゃかっこよかったお疲れ様バドミントン面白い、シャープ綿菓子なのに甘くないスマッシュ、と自身のインスタグラムに投稿した。これに東野が SNS で、高田さん、応援に来てくれてありがとうございましたとっても嬉しかったですバスケも見に行きたいです、とサンショット写真とともに感謝。 さらに高田がこの投稿をストーリーズでリポストし、ありさちゃんすっごい格好良かった推しメンの2人、と投稿した。高田といえば、パリ五輪直前の6月に放送されたフジテレビ、ジャンクスポーツ、で、綿菓子シペアに、東京五輪の後も一緒にジャンク、スポーツ、出させてもらったんですけど、付き合っちゃえばいいのに、と思って、と発言し、さらに五輪後の8月13日の同番組でも、 雄大君、付き合っちゃえよ、と恒例の発言。スタジオを沸かせていた。その後、渡辺が、ここで報告したいことがありまして。僕、結婚しました。と報告。スタジオが騒然とする中、先輩じゃないんですけど、一般の方と、とサプライズ結婚発表で驚かせた。